みなさんこんにちはサクラチップスは日本語リスニングのポッドキャストです今日のテーマは疲れについてです私は先日ですねスキー旅行に行ってきました、えー、家を出て スキーに行ってその辺りを旅行をしていましたで最近、まあ、先日東京に戻ってきたのですがまあとても <laughs> 疲れています、まあ、先日というか昨日ですね昨日東京に戻って、えー、家に戻ってきましたそして昨日ぐっすり寝て まあ、今日新しい日なのですがまあ8時間ぐらい寝たにもかかわらずとても疲れています、まあ、疲れる体がそうですねもう体が疲れていますねでしかもただの、ね、ただ他の場所に行くというだけでなくてやはりスキーをすると 疲れます <laughs> こんなにもあの体を使って体力を使うスポーツだとは知りませんでしたただ幸い今日は日曜日なので働く仕事もしなくていいのでゆっくり過ごしたいなと思っていますやっぱり自分が疲れているなと 感じた時にはもう休むこととが大事だと思います今そのコロナウイルスの状況もあんまりよくないですけれどもちょっといつもより疲れてるなとか、まあ、あとはなんかおかしいなと違和感を感じたらもう休みましょう、まあ、人生はねまだ長いので。 その一日ゆっくり休んで次の日からまた頑張るっていうのがいいのかなと思いますなので私は今日はもう休みます家事もしません <laughs> だからねそう読書をしたりもう家でぼーっとしたりしようかなと思います皆さんも疲れている人がいたら ぜひね、今日はもうゆっくり休んでほしいなと思います。<music> それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。If you want to help us continue to create podcasts like this, please consider making you monthly to to podcasts contribution us want create Please a small monthly contribution at sakuratips.com. can get Japanese help month. get じゃあまたねー